どうも田澤です。どうも綿です。綿さん、言葉遣いとか気をつけてる方ですか？言葉遣い。うん。僕はまあそうですね。育ちが悪い方なんで、そうですね。ちょっと茨城で育ってきたっていうところもあるし、ちょっとそういうなんかね、茨城の言葉が下品だって言いたいわけじゃないんだけども、たまにそういう表現がある場合もあるんで、なるべくそういうなんか、そうですね、出さないようには気をつけてはいますけど。ああ、そうですか。うん。なんか僕は割と綺麗な言葉遣いをしていたいなって思うのが割と強い方で、うん、でも僕ね、思い返すと今は全然乱れてしまってるなと思ってて、二十歳前後ぐらいの時が僕一番言葉遣い綺麗だったんですよ。おお、そう、若者が使うような言葉は一切使わないって決めてたぐらい、逆に変な自意識過剰で、うん、でもこれ僕が感じるところで言うとこなんですけど、うん、田澤さんってでも若者こだみたいな表現基本的に絶対使わないですよね今も。いやでも僕の中ではめちゃくちゃっていう言葉とかも嫌だし、うん、マジでとかすげえなんたらとかそういうのも嫌なんですけど、で昔は僕そういうの一切使わなかったんですよ、19歳ぐらいの時、はい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 、めちゃくちゃとかですら、うん、とか、うんうん、そういう時はとってもって言ってたしマジでとか絶対僕言わないようにしてて、本当にみたいな。マジでは どういう表現なんですか？マジでって本当にマジで以外で、あ本当にね、うん、あすごいな、まあ、すごい避けてた、うんうん、まあ、食べるっていうやつとかも絶対食うとかって絶対使わなかったし、はい、なんかすごいなんかそういうのを意識してたんですけど、なんか最近はもう全然普通になっちゃったなみたいな感じで。いや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 、全然使ってないですよ、食うとか。あ、まあね、いやでもすげえとかも言わないし。いやでもね、で昔は何だろう、男が素敵ですねっていう表現を使って違和感のない言葉遣い普段からしてよっていう風に思ってたんですよ僕。はい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 。素敵ですねって言って違和感がないって結構立派なもんだと思うんですよ男性が、うんうん、だから普段からその綺麗な言葉遣いしていけば素敵だねっていう表現を普通に挟んでいっても違和感がないかなみたいな、そこは僕の基準だったんですよ昔。なるほどなるほどなるほど、うん、でも確かにそう考えるとそれはあれですね、一貫性が俄然出ますよね、その素敵ですねっていう男が、うん、超ヤバくねえわって言ってそう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 ガチクソそうそうそうですよね、いやクソなんとかとかってかやっぱりでも言っちゃいますけどね、やっぱりなんか、うんうん、そう言った方が分かりやすかったり面白かったりとかする時はあえて言っちゃったりとかするけど、はい、まあ、そういうのも含めてなんか全然普通になってきてしまったなと思って、うん、でやっぱり小粋な表現とか上品な表現とか普段から使っていきたいじゃないですか、それは使っていきたい、うん、なんかおしゃれな人に見られたい、そのおしゃれな言葉を使える人と見られたい、ね、うん、だからそれやっぱり作家さんとかね、文豪はやっぱりすごい表現持ってますから、あらね、うん、で文豪にやっぱり表現を学びたいなと思って、うん、最近本をちょっと読んだんですよ、ほう、ね、文豪のすごい言葉遣い辞典っていう特にその読書から培うつもりはないっていうすごいストレートなタイトル、ストレートあーはい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 ちょっと待って、文豪のすごい言葉遣いって、うん、何、文豪たちがその書きしたためてた文章に対してのことだってこと、あ、それとも使ってる言葉が、うん、ここで紹介されてるのはあれですね、実際の自分の作品の中で使ってた表現ですね、ああなるほどなるほどなるほど、うんうん、でなんかこうパーッと見ててこう僕らの今のこの日常でも、うん、ビジネスシーンとかでも、まあ、使えそうなやついくつかあったんで、うん、せっかくだったら紹介してぜひ使っていこうじゃないかと、そういう表現をね、あなるほど、うん芥川龍之介とかそういうことですね、そっち系ですね、そっち系ってことですよね、例えば
まあ普段ね僕らが言うなら、いやもうガチでやりますよみたいな、もうガチでやるって誓うからみたいな、うんうん、そういう表現を例えば三島由紀夫はそんな風には言わないですよ。ガチとはね言わないね。三島由紀夫は詩人の心を刺さりますシジュン、ちょっと単語が僕全然わかんないです。シジュンっていうのはあれですね、純粋に至るって書いてシジュン。あ、そういうことですね。混じり気のない、そういう言葉があるんですね。混じり気のない心を刺されますっていう、シジュンの心を刺されますっていうことで精一杯やりますよっていう表現らしいですよ。あ、これはだから普段使えるんじゃないですか。普段ね使えるかなあの仕事依頼されたらいや分かんない、あの100ポイズって文章はいいかもしれない、そのなんかテキストではあれかもしれない、単語が詩人初めて聞いた詩人の心を刺されます詩人の、いやまあでもあれだな、熟語としてもそれすげえな、詩人のまあだからガチコミットしますよってことですよね、はい、だからなるほど、うん、でそれに似た言葉が別にあって、はい、例えば頑張って働かせていただきますっていう表現が、うん、まあ、うん、普通だったらするところを、うん、柴良太郎はそんな風には言わないですよ。あ、柴先生、柴良太郎はね、頑張って働かせていただきますっていうのを、うん、僧侶となって働く所存ですって言うんですよね僧侶っていうのはあの爪と牙の層がって書くんですよね。なんかあの共通してあれですね、最初の単語が難しいですね、なんかあの一言目が難しいからこれはその上司、だからなんだろうな、部下として の、うん、あの上司に使える気持ちを表現するときに層がとなるっていう表現使うみたいですね、忠実な進化っていう意味で。うん、それちなみにあの使う温度感としては、うん、それ結構あの普段から普段使いできるやつなんですか？そのなんかでもねこの本にはね、企業の面接なので会社の総合となって働く所存ですといえば相手はその決意のほどと強要に驚くことでしょうって書いてますよこれ誰言ちょっと言ったらどういう顔されるんだろうでもね、逆にこれを他人に言うのは失礼らしいですよ。だから、あなたは会社の総合ですねっていうのは逆にその会社の犬ですねみたいな感じにちょっと聞こえするから、なんかそのあれ黒人のやつ、黒人のあれ N ワードみたいな、その黒人同士で使うならいいけど他人が言っちゃう、その黒人以外の人が言っちゃダメみたいな。そうです、なんかあなたの会社の道具にしすぎないっていう意味がちょっと入っちゃう。やばいですね、めちゃめちゃディスってますね。自分で謙遜する分にはあのいいけどみたいな。単語も難しければ使い方も難しいな、なんかそれ一歩間違えればそういうことになりかねない言葉ですね。そうですね、嫌味になっちゃう、うん、そう、でもなんかこういうの使えそうだなと思ってその何て言うんですかね、文章と口語文な、その、うん、口で言う文ってまたちょっとそのニュアンスの表現が違うじゃないですか。じゃあね、これ口で言えそうなやつがあったんで、これはね、まあ、中途半端にっていう言葉を、うん、まあ、例文では中途半端に親切にされても困惑しますっていう表現を、うん、内田百景はそんな風には言わないと、生中にっていう表現で言い換えてますね。あ、はい、生中に親切にされても困惑しますっていう、要は中途半端なっていうのを、まあ、生中っていう表現を使うみたいですね。生中生の生に、はい、大中小の中で中、中出しみたいなごめんなさい、すいません、あのこういうところですね、慎んでください、あのそれはもう対局の今表現しちゃいました今そう生中、確かに生実家って言ったりしますよね、うん、あの、あ、生実家、それはね聞いたことありますね、うん、その生のあれ意味かもしれないですね。あ、生中ね、これ日常会話でも使えるんじゃないですか、中途半端っていうの言い換えで。でも大丈夫ですか、今コンプラ違反の厳しい時代です生中は大丈夫ですかね、そんなそれはだから、はい、それ受け手の問題だから
で、ちょっと田澤くん、今日生中でお願いやめておきましょう。今た捉え方も問題ですね。捉え方、そうそうそう、はい、僕はちょっと、ね、育ちが悪いからちょっと、うん、それでもその現代でも使え、本当にいやこれまあリアルに現代でもその通じる言葉ではあるみたいなとこはあるんですかね、その生中にしても。まあその例えばご年配の方とかは割と普通に使ってたりとか ね、まあ、ね、確かに。でも聞いてどういう感じなのかもわからないと、うん、なかなかやっぱ使いづらいか、日常会話では。まあただ相手にその学びを与える機会という ことにはなると思う。余計なお世話ですけどね。はいみたいな引き返された時に説明できるからね。他に日常会話で使えそうなやつはね、うん、腹が立つって普段言うじゃないですか、やっぱね、腹立つって言って、はい、腹立つを石川啄木はそんな風には直接言わないです。あ、はい、石川啄木はあんな目にあって憤懣やる方ありませんって言ってます。憤懣やる方ないっていうのが腹が立ってどうしようもないことっていう話ですね。ああ、うん、憤懣は どういう字ですか。憤懣はね、憤慨の憤に、あ、なんでこれどういう字だろう、ちょっと難しい字なんですよね。満足の満とかじゃないね、ではなくて、うんうん、へえ、満足の満に下に心ですね。下に心、難しい字ですけど、うーん、だからあれじゃないですか、憤懣やる方ないだから、今使うなら腹が立つって時に、ああ憤懣やる方ねっていう感じなんですよ。その最後その現代的にするのがいいですね。なんかその途中までいいんだけど最後やり方ねって。でもやっぱりそのインテリジェンスには聞こえるね、すごい。そうですね、うん、まあ、そのやっぱそう、文章だったら全然使えそうですけどね。使えそう使えそう、うん、例えばそのね、バグを出してしまった時にそのスラックのチャンネルとかでそのね、会社に報告するときに憤懣やり方ないございませんでしたみたいな、そういうそのバグのレポートはできるかもしれないですね。なんかあすごい反省してそうだなみたいなね。でも憤懣やり方ないって腹が立ってしょうがないことです。逆切れもいいとこじゃないですか。そっか、だからあれじゃない、だから逆に言うとそのちょっと怒りをオブラートに包む、ちょっとだからそのそうそうそう、だから上司に、うん、すいません、あの件に関しては私としては憤懣やり方ありませんっていう言い方じゃないですか。なるほど、バグを出してしまったんですけども、その あなたに対して憤懣いやいやいや、バグを出したらお前の忘れてください。いや、バグレポートでなんか使いたいなと。そう、自分に対して憤懣やり方ないみたいな。ああ、なるほどなるほど。ああ、確かに。なんかでもその確かに謝る時のね、言葉もいろいろ紹介されてて、うん、やっぱり自分の罪を許してくださいっていう時に、うん、例えばこの度は失礼をいたしまして申し訳ございませんでしたっていうところを、うん、太宰治はそんな風にはやっぱ言わなくて、うん、はい、この度の失礼の段ご解用くださいませ。あ、解用は海の、はい、用人の用かな。あ、分かる方の解じゃないんだ、海なんだ。そうなんですよね、そうそうそう、それ難しいですね。なんかね、なんか聞いたニュアンスではなんか、あ、なんとなく理解できそうかなと思ったけど、文字見たら、ね、そう、海のようにあらゆるものを受け入れる寛大な心で相手の過ちを許すことっていう意味ですね。海洋、うん、でもなんか綺麗ですね、そういうね。そうですよ ね、うん、なんかその奥ゆかしく見えますね、やっぱね、そういう、その表現がなんですか、やっぱり現代の言葉って、ストレートじゃストレートなんだけど短絡的じゃないですか、うん、その情緒がないというか、そういうなんて季節の言葉であったりとか、その、うん、神羅万象みたいな言葉が入ってると、うん、なんかすごいこう懐が
あの大きく見えるというか、うん、そうですよ ね。でも謝ってるくせにちょっと鼻につきません？なんかお前なんだろう、ね、知的さをお前知的マウントかみたいな。だからまああのそうですよね、あの難しい言葉でその逃げる人っているじゃないですか、たまに。あ、そうそうそう、そっち系と囚われる可能性は、うん、ちょっとなんか誤解をくださいませ、僧侶となって働く所存ですっていうことですよね。だいぶ鼻につきますけどね。この場合の僧侶はディスになるの？あ、これは何なの？いや、自分で自分で言う分にはない、うん、うん。だ結果的に難しい言葉でディスってたら面白いけどね。そうそうそう。でもなんかあの謝る時の、うん、まあ、ライトなとことかで言うと、うん、まあ、意外と言いそうで言わないなと思ったのが、この度の不手際をどうかご勘弁くださいっていう言い方。言いそうで言わなくないですか、ご勘弁くださいって。でも言ったらなんかちょっと知的な感じがするような、しないような、なんかこう絶妙な感じしますね、確かにね、うん、うん。でも確かになんかその、結構そのご年配の方とか達観された方が使いそうな表現というか、なんかね、はい、ご容赦くださいとか、やっぱりなんかちょっとその稚拙さもなんかある気がするんだけど、はいはい、ご勘弁くださいは確かにちょっとその、上級国民が使えそうな感じの表現で。そうですよね。でもなんか聞いて違和感もないから普通に使えそうですよね、明日からね。なんかメールとかで例えばさ、 CS とかのカスタマーサポートの人が謝罪文とかで、ね、うん、送った時になんかちょっとちょっと一目置かれそうな、ご勘弁ください。ご勘弁ください。いや、やばいか、 CS の文章でご勘弁ください、ちょっと違和感ありますけどね。なんだその言葉遣いは。あ、いや、これどう、いや、どう、いや、まあでもそうか、うん、難しいですね。なんかご勘弁ください。確かにね、なんかちょっとこう、お前なんか諦めてんじゃねえぞみたいな感じになりそうやな。その勘弁してくれみたいな。あ、そうそう、なんかそんな感じがしてます。なんかあれですかね、普段の会話でなんか友達に謝ったりするときにご勘弁くださいって。あ、でもなんか、うん、いや、勘弁しなさいよっていう風に使ったりするから、あ、ちょっとニュアンスが変わるのかな。なだから上司とかじゃない。あ、ご勘弁ください、その、はい、うん、だからその本当になんですか、とてつもない面白くないこと言う上司の人とかたまにいるじゃないですか。だからご勘弁ください。それちょっと、いやいや、それちょっと勘弁しなさいよっていう方の意味になっちゃう。ただのそっちでしょ。いや、だからたまにやっぱ常軌を逸した面白くないこと言う人はいるから、そういう時はご勘弁、そういう時どう諌めるのが、どう諌めるのがクレバーなんですかね。ちょっと今までのケーススタディで使えるやつないですかね。なんかその今誤解を、そんなのか、うん、ちょっとこれ難しい言葉なんですけど、うん、例えば何もできず申し訳ございませんっていうのを、国木田独歩はそんな風には言わなくて、教主、うん、する他に手がなく申し訳ございません。あ、教主できることがなく何もせずにいること。あ、だから、ね、そうつまんないこと言われた時に、はい、何もできませんでしたっていう意味で、はい、教主するほかなく申し訳ございませんってすごいこう嫌味ですけどね。まあその人が処理が人が人なら、あーって言われそうですよね。なんかその上司が上司なら、もう一遍言ってみろみたいなね。あとね、似たのでね、はい、ちょっと自分の頭が鈍くて反応できなかったみたいな時に使えるのが、私が鈍根だったばかりに理解できずご迷惑をおかけしました。鈍根、鈍い根っこって書いて鈍根、鈍根、うん、頭の働きが鈍いことっていうことで、まあ、自分の謙遜とかで使うんでしょうね。はい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 、鈍い割に難しい言葉使うなお前みたいな。そうですね。逆にマウンティングできますね。ああ、鈍根っていうやつは鈍くないですね。鈍根がとっさに出るやつ鈍くないと。
面白いですね。だからそれだからあの、うん、なんだろう、返しとして面白くないそうですね。そのなんか一周回って笑いにも転化できるし、その距離を置く手段にもなりそうだし、そうですね。なんか困った時に煙に負けるというか、煙に負ける感便利ですよね、うん、だクレーマーの人とかに、またカスタマーサポートの話で、クレーマーの人とかに確かにね、電話の時とかね、いいかもしれない。鈍行、ただ申し訳ございません、あの私鈍行しております。鈍行なばかりにっていう、鈍行なばかりに鈍行してるとかじゃない。全然使いこなせてないっていう。なんだろう、言葉ちょっと面白いんだよな、鈍行っていう。響きがちょっと面白いんだよ。いや面白いですね、なんか、うん、そうそう、なんかそう、こういうのを見ていくとね、なんか普段使えそうだったりとか、なんか、うん、ちょっとね、でもね、これまたちょっと違うテイストですけど、はい、あの引きこもり、うん、引きこもってる状態を、あの他の言い方で、現在引きこもってるのでちょっと遠慮させてもらいますっていうような表現を、うん、武者の工事実篤は、うん、現在籠城しているような状態ですのでご辞退申し上げますって言うんですよね。なんか籠城って引きこもりの言い方の表現にも使うらしいですよ。正当化甚だしいですね。いや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 、お前は何をこうかっこよく言ってるんだ。しかも籠城ってちょっとなんか怖いですけど、その強盗みたいな、その犯人みたいな、籠城してるみたいな。あえての、まあ、籠城、攻めのための籠城みたいな、なるほどね、攻めのための籠城、いいですね。ただの引きこもりなんですよ、ね、そう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 。で今ちょうど使えるんじゃないですか、籠城っていう。あ、なるほど、自粛の時にもう、そうですね、籠城してますもんね、確かにね、うん、うん。面白いね、日本語って面白いな、こういうのはね、奥深いですよね、うん、なんか日本語ってなんかその漢字と漢字の組み合わせでやっぱりすごいすごい、こうほぼ無限大的に熟語ってできるじゃないですか。そのなんかあのそれはこう英語とか欧米圏の言語と結構違うところで、なんかそういうその情緒表現っていうのがその時代によって移り変わるから、なんかそれはめちゃめちゃ面白いなっていうのはね、そうですね、思いますけどね。うん、でもこれあのまたちょっとそのあのね、あの水差すようなこと言いますけど、はい、例えばそのガチクソ、はいはい、ガチクソも100年後聞いてみてください、はい、こんな美しい表現があったのかっていう時代がもう来るかもしれないですよ、この。だからいや、その何ですかね、ガチクソもそうですし、はい、あのやばいもそうだし、やばいもね、そのいろんな場所でいろんな意味で使えるじゃないですか。使える、うん、そういう言葉って、まあ、便利なんですけど、うん、そのボキャブラリーがどんどんなくなってきますここで使えるから。まあ結局あのボキャ品の、ね、ツールだからね、その、うん、あのだからそのインターネットスラングってその傾向ありますよね。これ言っとけば、うん、あの草とかわら、ね、とか、WW もそうだけど、あ、うん、なんかあれボキャ品ですもんね、完全にね。あのこれ言っとけばあのもう抑えられてるからみたいな。ね、だからなんかね、この本書いた人の前書きには、うん、カメラの解像度だって言ってましたね、言葉は、はい、要するにやばいとかそういうガチクソとか、うん、そういう言葉をたくさん常に使っていくと、常にその表現がぼんやりしていくから、何を言いたいか、どういう感情を表現したいのかっていうピントがどんどんこうぼんやりでいくと、あ、そうだけど、それを一つ一つ適切な日本語をしっかり言えるようになっていくと、解像度が上がって、やっぱりそのちゃんとしたコミュニケーションが取れるっていう。いいこと言うな。めちゃめちゃ今日やっぱりすごいその最高にも腹落ちしました。もうね、抽象度高い言葉しか言ってないもんなって、本当に毎日、ね、やべえだの、すげえだの、あちいだの。あちいはよくわかんない。やべえ、すげえはだってどっちもポジネがどっちもあるからね。ちなみにそうだ、やばいをちょっとじゃあ禁止していきましょう。禁止していこう、うん、我々の番組ではもう、うん、あの海外でいうさ、うん、あの
あの言っちゃうけど、ファッキンなんとかってあれどっちもじゃないですか、はい、すげえもうクソもどっちも入るから、これだから欧米化してるよね、これ表現が完全日本やべえって、やべえ可愛いんだけどだって昔やべえって言葉で始めた時って完全に悪い意味でしか使ってなかったですよね。昔はそうですね。途中からいい意味が、いい意味でも使えるのって、いい意味でやばいみたいなあえて言うようになってきたりとかして、最近はもう一切区別つかなくなってきてましたよね。しかもなんか相当シチュエーションも限定的だった気がしてて、要はやばい状態、ね、これはやばいな、やばい状況だなみたい なんかそういう、なんだろう、そういう表現として使われてた気がするんだけど、そうですよね、もう定義がもうね広くなりすぎちゃってるから、すげえと同義だもんね、やべえってもう今ってそう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 、言っちゃうとそうですよね、あ、崩壊してますね、確かにね、そう考えるとね、いや、ちょっとじゃあその丁寧な言葉を我々 その終わりかけてるレディオではちょっと そうですね、心がけていきたいなと思いました、ね、ちょっとなんか言葉表現シリーズはちょこちょこやっていきたいなと思って、表現シリーズやりましょう、うん、僕もそのなんかあの学がなんですか、ちょっと小卒なんで、あのちょっとあんまりちゃんとこう日本語を学べてこれなかった子なんで教えてほしいんですよね、本当そういうところは、またやってください、使わないと覚えられないですから、覚えられない、そう、こういうのって、しかもやっぱ人にこう言ってもらえ、なんていうか教えてもらえないと分からない言葉ってたくさんあるんですよ、やっぱり、そうですね、文だけではその理解できない、ね、あの言葉ってたくさんあるんで、まあ、じゃあそんなところで、はい、なんかいい表現で終わろうかと思ったんですけど思いつかないですね、やっぱこういうところですね、こういうところですね、あの何でしたっけ、もう忘れちゃったあの生中、あ、生中じゃないなあのいや、なんかちょっとこういう時に使う言葉あるじゃないですか、なんか全然もう全然もうその勉強するとか言って忘れちゃってるけどなんとかの所存でございますみたいな謝罪文なかったでしたっけ、何でしたっけね、あの北王子金谷がいいですね、すいませんちょっと北王子金谷文豪の中に混じってそうですもう、ね、本当にちょっとバカにしすぎで申し訳ないですけど、ちょっとこういう時にパッとねこう出るようにその思えていきたいですね、一ネタこの挟めるようになるんで、そうなるとね、そうですね、いやでも勉強になりました、ありがとうございます、はい、本当に、この本のじゃあリンク貼っとくんで、ね、はい、お願いします、まあ、ちょっと図鑑みたいな本ですけど、なんかね面白そうですけどね、見た表紙からして、じゃあそんなところで、はい。